消化管増影検査とは、増影剤を口や肛門、老口から注入し、X 線投資により、携帯を検査するもののこと、X 線撮影の一形態である。その開発経緯から、伊藤氏としばしば呼ばれる。他にも、上部消化管 X 線検査、MDL、X 線二重増影などと呼ばれる。英語では、アッパーガストローオンテスティネルシリーズと呼ぶ。検査されるのは、 食道、い、十二指腸である。一般的には、ブスコパンなどの鎮形剤を注射した後、硫酸バリウムを服用しつつ、X 線透視下で病変を探す。病変がないのならば、部位ごとに病変がないことを示す、X 線写真を撮影する。バリウム少量バリウム十万像を撮影し終えたら、発泡剤を服用し、機体とバリウムによる二重造影を行う。 組まなく投資家で確認した後、圧迫装置により圧迫しつつ、投資を行う。検査中はゲップをしてはならない。検査後は、硫酸バリウムの排出を促すために下剤を服用する。胃がん検診などで、撮影画像数が決められている場合でも、病変が認められる場合には、医師、診療放射線技師による追加撮影が行われている。 上部消化管の X 線二重造影は日本で開発されたため、千葉医科大学の白壁飛行夫や市川平三郎がよく知られている。胃壁へのバリウムの付着を良くするには、勢いよくバリウムをぶつけることがコツと指摘する書籍もある。また360度水平位での右回りを3回転を指摘する意見もある。造影検査では、生検はできないため、 がんの確定診断はできない。伊東市で病変が疑われるときには、常部消化管内指鏡検査を施行する。日本と異なり、欧米では、エンターリセスと呼ばれる低調メチルセルロース液を用いた二重造影が主流である。造影剤として、硫酸バリウムやガストログラフィンを蛍光服用するか、または、ゾンデカテーテルを留置して注入する。二重造影には空気を用いる。 造影剤の形で病変を判断していく。X 線投資家にリアルタイムに造影処刑を取ることもあるし、決まった時間ごとに X 線写真撮影をする、追跡撮影をすることもある。中長検査、バリウムエネマなどと呼ばれる。肛門からカテーテルを挿入、留置し、硫酸バリウムと空気を注入する。重力を利用して、体の向きを変えたり、投資台を傾けたりして、 各部位を投資家で初見を取り、X 線撮影する。市川平三郎、X 線独営を極める、2001、P4、アリスエ太郎、日本維持新報ナンバー4530、P88 から89松本主のほか、日内開始1二十23から28、2011。ありがとうございます。